の約束。タヨが今日最後のお客さんを降ろしています。お気をつけて。ありがとう。終わった。早くドリのところに行かなきゃ。タヨ、今日一緒に遊ぶこと忘れてないよね。もちろん。それじゃあ後でバス停で会おうね。今日は何して遊ぼうかな。お、道が混んでる。これじゃ遅れちゃうよ。交差点で事故があったんだって。一台車が滑ったみたいよ。だからこんなに混んでいるのか。事故だって。どうしよう、ドゥリが待っているのに。タヨ、なんで来ないんだろう。ドゥリ、もう家に帰る時間よ。でもまだタヨが来ていないんだ。でもこんな遅い時間まで、もう行きましょうね。うん、ドゥリがいない。遅れたからもう帰っちゃったんだ。本当にごめん。道路が混んでいて動けなかったんだ。もうずっと待っていたんだよ。代わりに僕何でもするよ。何でも。うん、それじゃあ消防車に乗せてくれる。消防車。うん、この前幼稚園で習ってからすっごく乗ってみたくて。ああ、そのくらいなら。本当？消防車に乗れるの？もちろん、僕がフランクにお願いするから問題ないよ。イヤホー、嬉しい。ドリー、タヨ、どうなった？フランクに聞いてみてくれた？うん、明日消防署に行ったら乗せてくれるって。本当？いいな、ドリー。消防車乗るの？さすがタヨ、最高。ありがとう。そんな。翌日、ドリとタヨはフランクに会うために消防署に行きました。よいしょ。うわあ、ここが消防署なんだ。でもフランクがいないね。まだ仕事が終わってないんだよ。もうちょっとで来るよ。早く来るといいな。うん、うん、タヨとドゥリが待っているぞ。急ごう。タヨ、フランクはいつ来るの？もうすぐ来るよ。フランクと本当に約束したの？もちろん。もう少し待ったら。待っても来ないよ。ドゥリー、僕帰る。え、ドゥリー、もう少し待ってみようね。ダメだよ、遅くなったらママが心配するよ。どうしよう、またドゥリをがっかりさせちゃった。ただいま。タヨ、今日フランクに会えなかったんでしょ？え、なんでそのことを知ってるの？さっきフランクが整備所に来たのよ。道路で突然滑って事故を起こしてしまったの。そうなんだ、うん、明日ドゥリにちゃんと伝えなきゃ。でも変よね、フランクがこんなミスをするなんて。これまで一度もなかったのに、うん、ドリドリ。ん？どうしたの、タヨ？それが、フランク昨日は事故で来られなかったんだって。事故？うん、昨日すごくがっかりしたよね。少し。それじゃあ他の車にお願いしてみる？他の車？うん。あー、パトカーはどう？わあ、いいね。僕パッドとも仲いいでしょ。パッドだったら頼みを聞いてくれるよ。今度こそ本当？もちろん、心配しないで。わかった、じゃあ幼稚園が終わったらここで会おう。うん、後でね。ドゥリリー、みんな昨日消防車に乗った？どうだった？それが消防車に乗れなかったんだ。なんで？
なんだよ、すごく楽しみにしてたのに。ドリ、嘘ついたの？どうして？昨日と言ってることが違う。嘘じゃないよ、フランクは事故に遭ったんだよ。代わりに今日パトカーに乗るんだ。パトカー？ほんと？うん、後で会うんだ。信じられないならみんなもおいでよ。ほんと？だよ、今度は絶対連れてきて。ちびっこバス、タヨ。ルリを乗せてほしいって？うん、ちょっとでいいから。ああ、ちょっとだけなら。うわー、ありがとう。パッと、交差点で事故が起きたみたい。何？また車が滑ったみたいなんだ。最近なんでこんなに事故が多いんだ？ダメだ、タヨ。乗せるのはまた今度だ。行こう。うん。またがっかりするよね。他のみんなにもお願いしてみよう。タヨ、いつ来るんだ？もうすぐ来るよ。本当に来るの？来るってば。タヨ、なんで来ないの？タヨはドゥリとの約束を守るためにいろんな車たちにお願いをして回りました。難しいわ。今から掃除しに行くんだよ。あ、ごめん。大変だ。次も約束を守れなかったらどうしよう。タヨ、なんで来ないんだ？あとどのくらい待つの？それは…ドゥリー！タヨ！すごく待ったよね。こんにちは。なんだ？パトカーじゃないの？パットは忙しくて、代わりにウラちゃんを連れてきたよ。どうなってるんだ？パトカーは来ないの？そうじゃなくて。チェ、こうなると思ってたよ。みんな行こう。うん。みんな。行っちゃったね。ドリ、どうしてこうなったのかっていうと。だよ、ひどいよ本当に。今日は絶対に約束を守るって言ったのに嘘つき。一度も約束守ってくれないし。だからその代わりにウラちゃんを連れてきたのに。パトカーに乗せてくれるんじゃなかったの？ウラちゃんはパトカーじゃない。二人とも必要ないんだったら僕先行くね。また。ウラちゃんドゥリ、ウラちゃんに言い過ぎじゃない？約束を守らなかったのはタヨだよ。僕もう行く。チェ、勝手にすれば。みんなの前で恥ずかしい思いをした。タヨひどい。ドゥリ、大丈夫？うん。油？油だって。道路で突然滑って事故を起こしてしまったの。最近なんでこんなに事故が多いんだ？そっか、ガソリンだったんだ。タヨ、どうしたの？最近起こっている事故の原因だよ。ウラちゃんがガソリンをこぼしていたんだ。え？ドリ、ウラちゃんを追いかけよう。早くウラちゃんを探さなきゃ。タヨ、気をつけて。もう少しで滑ってしまうところだった。気をつけなきゃ。ウラちゃんどこに行ったんだろう。あっちだ。タヨ、ドアを開けて。向こう側にウラちゃんがいるよ。僕近道するから、タヨはこっちから追いかけて。わかった。ごめん、僕のせいで。大丈夫だよ、わざとじゃないんだし。ガソリン缶も直したし、もうガソリンが漏れることはないわ。とにかく事故の原因が分かってよかった。タヨとドゥリのおかげだ。よくやったぞ。このくらい。
頑張ってくれた二人に何かご褒美をあげたいんだが。何か欲しいものはないか。ご褒美？あ、お願いがあるんだけど。わー、かっこいい車たちだ。みんな、こんにちは。今日はここにいる車たちみんなに乗ることができます。これも全部ドゥリとタヨのおかげよ。うわー、本当にドゥリ最高。チェ、昨日は嘘ついたって言ってたのに。昨日は私が悪かったよ。ごめんドゥリ。大丈夫だよ。じゃあ僕たち早速かっこいい車たちに乗ろう。やったー。本当よかった。友達の誤解が解けて本当に良かったですね。ドゥリたちは思う存分かっこいい車たちに乗ることができました。人と一緒に過ごした週末、すがすがしい朝です。車の学校で授業が始まりました。今日は各自週末に何をしたのか発表してもらいます。では誰から始めますか。はい、それでは社員から。俺は海岸に行ってすごくかっこいい遊覧船に乗ってきたんだ。うわ、いいな。僕は遊園地に行ってきました。いろんなアトラクションに乗って本当に楽しかったよ。うわ、いいね。それじゃあ次はタヨが発表する。僕はどこにも行っていないから特に話すことがなくて。そう。じゃあ他のちびっこバスたちは。私たちも同じで。テレビを見て休んでいました。なんだそれ、つまんないな。みんなどこにも行かなかったの。いつもいつも同じことばかりする週末なんて嫌だよ。僕たちも今度特別な場所に遊びに行こうよ。そうだよ、みんなが羨ましがる場所ってどこかな。あ、動物園は。動物園、それいいね。みんな学校は行ってきたかい。シト、今度の週末僕たちみんなで動物園に行こうよ。え、動物園？ずっとみんなで一緒に遊びに行けてないし。ねえ、一緒に行こうよ。そうだな、今週末は仕事があって忙しいんだが。一回だけでいいから一緒に行こう。ねえ、仕事があって難しいんだ。他のみんなはいろんな場所に行っているのに。それで僕たちからかわれたんだから。なんだって。シトはいつも忙しいって言ってばっかり。チェ、みんな。シト、何か考え事？ハラ、それが週末の運行なんだが変更できないか。え、どうしたの？ちびっこバスたちとしばらく遊んでないから一緒に動物園に行ってこようかと。ああ、そういうことなら。どれどれ。休んでも問題ないわよ。そうか。久しぶりに楽しい時間を過ごしてきて。ありがとう。動物園へ行く日です。ブタ、ブーブー、アヒル、ガーガー。動物園に行ったことみんな羨ましがるかな。多分僕たちが一番楽しい週末を過ごすんじゃないかな。うわ、何これ。待て。なんで猿がこんなところに。どうしたんだ。動物病院に移送中の猿が逃げたんだ。捕まえるまで交通規制しないと。なんだって、どれくらいかかるんだ。さあ、そりゃルーキー次第だな。こっちに来るんだ。いつになったら捕まえられるの。表情に捕まえられるのかな。やってやろうじゃないか。僕が捕まえられないとでも。待て。おや、動物園を指す矢印の向きが反対になってしまいました。いつまで待たなきゃいけないの。
いつまで待たなきゃいけないの？仕方ない。シロ待て。よし、捕まえたよ。ありがとう、シト。大したことないよ。じゃあもう行ってもいいんだよね？もちろん。さすがシトだね。いや、もう行こう。動物園はどっちだったかな。あっちか。みんな、それじゃ行こうか。うん。気をつけて行ってくるんだよ。ああ、シトとちびっこバスたちが道を間違えて行ってしまいました。シトとちびっこバスたちはそうとは知らずに走り続けました。シト、あとどのくらい行けばいいの？そうだな、もう動物園に着いてもいいはずなんだが。でもここ前にも来たことがあるような。うん、そうだね。みんな、こんなところまでどうしたの？久しぶりだね。あ、ナナ、ラクタ、それじゃあ僕たち田舎に来たこと？なんでそんなに驚いてるんだ？動物園に行くところだったんだ。そうか、間違ってきたのか。なんだって？これじゃ本当に動物園に行けなくなるんじゃない？どうしよう。私がきちんと確認していれば。そうだ、動物園に行く近道があったはずだ。近道だって？どうやって行けばいいんだ？ラクターは動物園までの近道を親切に教えてくれました。ああ、本当にありがとう、ラクター。ナナ、今度また遊びに来るね。うん、絶対よ。またね。バイバイ。ちびっこバス、タヨ。みんな、もうすぐ着くよ。よかった、近道のおかげで早く着いた。あっち見えるぞ。君たち、今日は一年に一度の休みの日だぞ。なんでよりによって。信じられない。もう家でくんねの。どうしたものか。雨まで降るのか。大変だ、早く車庫に帰ろう。みんなさぞかしがっかりしただろうな。あ、どうしたんだろう。ガニー、どうしたんだ？燃料が切れたみたい、動けないんだ。そうか。さあ、これに捕まるんだ。ありがとう、シト。じゃあ行くよ。よいしょ。ところで、ラニーはどこだ？え？シトと一緒にいたんじゃないの？さっきからいないよ。なんだって、まさか。大変だ。君たちはここにいるんだ。私はラニーを探しに行ってくる。大変だ、雨も降ってるのに暗くなってきた。ここどこなの？みんなどこに行ったのよ。怖い。あ、雨に濡れちゃったの？どうして一人なの？もしかしてお母さんとはぐれちゃったの？そうなの、私も道に迷っちゃって。心配しないで、お母さんが探しに来てくれるからもうちょっと待っててね。あ、ラニー、シト。ここにいたのか。どうしてこんなところに。ごめんなさい。とにかく無事でよかった。さあ行こう。それが、お、子犬がいて。お、どうしようか。お、お母さんみたい。うん、
本当によかった。それじゃあもう行こうか。結局ちびっこバスたちは動物園に行けないまま週末を終えました。シト、動物園は楽しかった？聞かないでくれ、散々だったんだ。どうして？何かあったの？久しぶりに遊びに行くってとても楽しみにしていたのに、週末を台無しにしてしまって悪くてね。シト。次の日の午後、シトが運行しています。今日ちびっこバスたちが学校で発表するって言ってたな。まだからかわれてないか心配だ。シト、あ、ティチ先生。週末ちびっこバスたちと出かけてきたんですね。はい、私のせいであの子たち大変だったと思います。え、みんなは全く逆を話してましたよ。え、その時シトが現れて素早く猿を捕まえたんだけど、すっごくかっこよかった。そこで田舎の友達に会えたんだ。秘密の近道も教えてもらって本当に嬉しかった。燃料が切れてシトが引っ張ってくれたんだけど、汽車ごっこをしているみたいで面白かったんだ。子犬が雨に濡れないように助けてあげました。誰かを助けてあげると胸いっぱいになるんだなって思いました。うわー、いいね。本当すごい。その中でも一番良かったことは、シトと一日中一緒にいられたことです。あの子たち羨ましいわ。シト、こんな風に慕ってくれるちびっこバスたちがいて。あ、そうですね。みんなで過ごした週末はシトにとって本当に特別なものになりました。ちびっこバスたちの恐竜の友達1。おや、遊園地から出てくるちびっこバスたちがいますね。すごく面白かった。明日もまた行こう。いいね。お、みんなあれ見て。あ、見るって何を？あ、何もないけど。確かにさっきまではあそこが光ってたんだけど。見間違いじゃない？違うよ、本当に見たんだ。あそこに行って確認しよう。太陽、早く。こっちで合ってるかな。太陽、もうやめて帰りましょう。そうだよ、暗くなったし。そろそろ着くと思う。もう少し進もう。こっちだったよね。こっちかな。なんだ、行き止まりだよ。確かにここで光ってたのに。よいしょ。太陽、大丈夫？みんな入ってきて。こっちだよ。よいしょ。さっき光った場所がここだと思う。入ってみよう。僕怖いし嫌だよ。私もお化けが出そう。来ようって言った太陽が先に入ってよ。僕一人で。一人は怖いよ。太陽も怖いんだろ。違うよ、何が怖いの。わかった、僕が入ってみる。太陽。すごく怖いよ。もう戻ってきたの？中には何もなさそう。そう？もう帰ろう。待ってよ。太陽、早く来てよ。ゆっくり。でもさっき太陽が見た光ってなんだろう。見間違いじゃない？僕もわからない。あ、でも太陽、学校のバッジがないぞ。どこだろう。
さっき洞窟で落としたのかも。そうかな。一応洞窟まで行ってみたらどう？僕一人で。僕たちは明日仕事があるからね。早く行こう。あとでねーとよ。わかった。大したことないよね。タヨはバッジを探すために一人でまた洞窟にやってきました。どこで落としたのかな。暗くてよく見えない。幽霊だ。助けて。ダメ。助けて。僕浮いてる。どうなってるの。怯えたタヨが急いで車庫に帰ってきました。みんな早かったわね。バッジは見つかった。タヨ何かあったの。洞窟で怪何洞窟で怪物が出た。怪物ありえない。本当だよ。恐竜みたいな怪物で僕空中にも浮かんだんだよ。タヨ冗談やめてよ。本当バッチも空中を飛び回ってて。じゃあ今バッチはどこに。それは太陽夢を見たんじゃ。カニも信じてくれないの。眠い。もう寝ましょう。みんな本当なんだよ。ちびっこバス太陽。翌日、ちびっこバスたちはまた野山の洞窟に向かいました。怖くても僕のこと置いてかないでよ。いい？もちろん、僕は怖がりなタヨとは違うからね。なに？ロギー？もう！はい、現在異常なしです。入れないみたい。どうなってるの？君たち、ここは危険だから帰りなさい。はい。ほら、言った通りでしょ。怪物が出たから調査してるんだよ。タヨの話本当みたい。そうだね。あれなんだ。バッチが飛んでるよ。怪物がまた来たんだ。どうなってるの。ギャー。みんなちょっと。優しい子みたい。タヨのバッジも見つけてくれたし。ギャー。君が見つけたの。ギャー。ありがとう。言葉がわかるみたい。僕の名前はタヨ。君お家はどこ。キューキュー。お、洞窟を指してるのかな。次はこっちの道を探そう。キュー。しかし本当に恐竜か。そうだって。キュー。キュー。どうしたの。君たちこんにちは。こんにちは。もしかして恐竜みたいな動物見た。恐竜。ああ、恐竜を見たと通報があってね。この辺にはいないようだ。そうか。でもどうして恐竜を探してるの。その恐竜を見つけたらどうするの。珍しい動物だから研究したり、危険かもしれないからどこかで保護する。連れて行くの。僕たち見てないよ。そう、もし見たら絶対に通報して。じゃあ、あっちも行ってみよう。ふいふい。タヨ、なんで恐竜を見てないって言ったんだ。本当のことを言ったら連れて行かれると思って。そうだね。あ、じゃあ見つからないように守ろう。いい考えだね。
そうだね。恐竜くん守ってあげるからね。一緒に行こう。ギャオギャオ。ちびっこバスたちは恐竜と一緒に車庫に帰りました。すごくかわいい。僕たち恐竜に名前をつける？いいね。何がいいかな。あ、ティノはどう？ティノ？うん、テレビで見たティラノサウルスと似てるから。とっても似合うよ。そうだね。これから君の名前はティノだよ。どう？ギャー。ティノも気に入ったみたい。ドリー？お、ギャー。ここにいたの？ロギ、さっきお願いした掃除は全部終わったの？掃除？掃除したか見るからちょっとどいてくれる？あ、ちょっと後で見てよ、お願い。ロギ、掃除しなかったの？それが…早くそこをどきなさい。それが…早く。はい。おお、ロギすごいじゃない。本当に綺麗に掃除したわね。こんなに綺麗なのにどうして見せなかったの？花がびっくりすると思って。まったく、もう。それじゃあ楽しく遊んで。お、どうなってるんだ。お、ギャオ。お、ギャオ。ティノがしたの？本当にありがとう、ティノ。翌日、タヨとティノは車庫で一緒に遊びました。うん、気持ちいい。お、ティノ。お、私のドーナツ、あれどこ？キャン！うい！キャン！ティノ、超能力使うなんて。待て。タヨとティノは車庫で一緒に過ごしてもっと仲良くなりました。ところが、恐竜を探す人たちがティノの足跡を見つけました。ここに恐竜の足跡がある。何？何？どこに行ったんだ？あ、これはタイヤの跡じゃないか。どの車のタイヤなのか調べなければ。ハートが大きくなっちゃった。今日みんなは公園にピクニックに来ました。今日って本当にいい天気よね。そうだね。おお、なんだろう。ジョイが公演してるみたい。行ってみよう。待ってよ。面白そう。一番後ろか。じゃあ次は風船で動物を作ってみようか。ウサギ作ったよ。じゃじゃーん。ウサギだ。素敵。私もウサギみたいな。次はワンちゃん。全然見えない。すごく面白かった。ジョイは風船で何でも作れるんだよ。そうだね、ジョイ本当にすごい。ウサギの風船すごく可愛かった。それが、実は私全然見てなくて。どうして？前に大きな車たちがいて見えなかったの。確かに、ハートは小さいからありえるね。ハート、また今度見に行こう。だね、次は僕の前で見るといいよ。僕は後ろでも見えるしね。ロギー。うん、わかった。みんな、ここにいたのね。ハナ。エンジンオイルがなくて、誰かお使いお願いできない？私が行ってくる。カー用品店に行けばいい？あ、うん、そうなんだけど。じゃあすぐに行ってくるね。あ、ちょっと待って。あ、もう行っちゃった。
ハートがエンジンオイルを持って車庫に帰るところです。あ、ビッグだ。わあ、すごく大きい。ビッグみたいに大きかったら公園も見えるのに。ん、信号がよく見えない。ん、おならが出そうだ。後ろには誰もいないよね。もう我慢できない。ビーク、突然おならするなんて。ハート、すまない、小さすぎて気づかなかったんだ。なんですって、小さすぎるって。ビーク、ひどい。そうじゃなくて。ハナ。お、ハート、おかえり。エンジンオイル持ってきたわ。ありがとう、ハート。そんな。ハナ、 お願いされたエンジンオイルだよ。よいしょ。ありがとう、タヨ。タヨもお使いに行ってきたの？それが、実は今日エンジンオイルがたくさん必要で、タヨにもお願いしたのよ。ハートはたくさん詰めないから。そうなんだ。じゃあ私もう行くね。あ、ハート。はあ、公園も見られないし、お使いも満足にできなくて。タヨやビッグみたいに大きな体だったらいいのに。ハートはお昼に会ったことを思い出して悲しくなりました。ハート、起きて。ハナ、どうしたの？見せたいものがあるの、ちょっと来て。これ何？うん、これはハートのために作った発明品よ。じゃじゃーん。この機械のビームに当たれば大きくなれるわよ。うわー、本当に？あ、でも大きくなりたいことをどうして知ってるの？ハートのことなら何でもわかるわ。ハナ、本当にありがとう。そうだ、この機械は危ないから使うのは1回だけよ。わかった？うん、わかった。ハナ、早く。待ってね。私はそのままよ。ハートが大きくなったの。え、本当に大きくなった。キャー、大きくなった、大きくなったのよ。ハナ、ありがとう。いや。大きくなったハートが楽しそうに走っています。あ、みんながいる。みんな、お疲れ。まさかハート？ハート、どうなってるの？君がハート？すごく大きくなった。大したことじゃないわ。おお、故障だ、急いでるのに。ピーク、大丈夫？エンジンが故障したみたいなんだ。お、まさかハート？うん、そうよ、整備所まで連れて行ってあげる。あー、でも重たいぞ。大丈夫よ。お、よいしょ。それじゃあ行くわよ。うん、ありがとう。おお。軽々と引っ張るな。わあ、本当に大きい。さあ、後ろでもよく見えるわ。これ見えろ。全然見えない。オリーも見えない。二人ともあっちで見て。ほんと？うん、あっちならよく見えるわ。よく見えるね。誘ってくれてありがとう、ハート。私はここでも見えるから楽しんでね。終わった。ありがとう、タヨ。いつでも頼んでね。ハナー、ハート、ハート、おかえり。タヨのエンジンオイルだけじゃ足りないと思って私も持ってきたの。
うわ、本当にたくさんだね。あ、さすがハート。ありがとうハート。このくらい。ちびっこバス、タヨ。体が大きいって本当に。もっと大きくなったらもっと素敵なことがあるかも。そうよ、ビームにもう一回当たろう。あ、どこだろう。あ、ここにあった。それじゃあ。あ、でもあの時花が。この機械は危ないから使うのは1回だけよ。わかった。うん。1回くらい大丈夫よね。あれそのままじゃない、うん、1回しかできないのかな。あ、ハナ。ハート、交差点で事故なの。今から来れる？あ、うん、今すぐ行くね。急がなきゃ。混んでいなくてよかった。すぐに着くわね。あ、突然どうしたの？一体どうしたの？どうしよう。一体なんだこれ。ごめんなさい。アリス、フランク、バット、よかった、助けてもらえる。動くな。道路をめちゃくちゃにして正体を明かしなさい。ジェイ、私ハートよ。嘘だ、ハートは小さくて可愛い車だ。正直に言うんだ。お願い信じて。何の夢見てるんだろう。ハート、起きて。あ、花、私ハートよ。うん、ハートよね。信じてくれるの？ハート、一体どんな夢を見たの？夢？ん？ここ車庫じゃない。あ、また小さくなったの？花、すごく会いたかった。一体どういうこと？お、ハート、街で事故が起こったみたい。早く乗って。うん。まだ進まないの？飲んでるんだ。なんでこんなに渋滞？事故のせいかもしれない。早く行かないと。花、私に任せて。ちょっと道を開けて、緊急なの。ああ、分かった。よいしょ。車たちが多くて狭そうだけど。問題ないわ。すみません、通ります。さあさあ、こちらへどうぞ。花、着いたよ。こっちです。ありがとう、ハート。あ、ハナ、もう着いたの？ハートが狭い道をうまく抜けてくれたから早く着いたの。ハート、本当にありがとう。あ、そんな。じゃあ、急ぎのものからするわね。そうやってハートは自分の小さな体も好きになりました。今日、とっても素敵でしたよ。みんな友達だよ。新しい一日の始まりです。朝早くから忙しく働いているキンダーがいますね。到着しました。よいしょ。ありがとう、キンダー。いや、僕も学校に行かなきゃ。そうだった、キンダーも学校だよね。うん、車の学校どう？お友達はたくさんできた？通い始めたばかりだからまだ慣れなくて、友達もあまりないし。心配しないで、キンダーはいつもニコニコしてるからみんなに好かれるって。本当？そうだったらいいな。みんな、
今日は形について学びます。この中でタイヤと同じ形はどれでしょう？全部似てるけど僕もわからない。では誰が先に答える？では金だ、答えてみる？僕、どうしよう、わからないよ。金だ、答えドーナツじゃない？先生、答えはドーナツです。正解よ、よくできました。休み時間になりました。タヨ、さっきは本当にありがとう。いや、大したことないよ。これからもわからないことがあったらいつでも聞いて。本当？聞きたいんだけど、実はみんなと早く仲良くなりたいんだけど、どうすればいいのかなって。ああ、それなら心配いらないよ。特別に人気の秘訣を教えてあげる。みんな、僕が面白いもの見せようか。何を？お猿さんのおならは、トラさんのおならは、ゾウさんのおならは、すごく面白い。見た？キンダーも面白いもの見せて。僕も？何を見せよう。みんな、僕も面白いの見せてあげる。よいしょ。バックはバックするとき、メロディーが流れるんだ。そうなんだ。面白いものはいつ見せてくれるんだ？どうしよう、これが面白いことなのに。ダメだ。よし、僕も頼みたいに。面白すぎる。なんだよこれ。タヨの真似をするとみんな楽しそう。気をつけてよ。ひどい。今は体育の時間です。いくよ。えい。どうだった？すごいタヨ。ほんとすごいよ。タヨは運動も上手だね。見たでしょ、運動が上手だとみんなに好かれるんだ。キンダーも頑張ってみて。わかった。よし、僕もタヨみたいにかっこよく活躍するぞ。よし、行くよ。いや、僕に任せて。いや、もうそうはさせないよ。僕が打つよ。いや、ウラちゃん受け取って。わかった。いや、いや、もう成功だ。キンダー最高。やっぱりタヨの言う通りにしてよかった。すごく危ないよね。しかも全部一人で。授業が終わってから何して遊ぶ？そうね。なんで出るか。びっくりした。どうしたんだ？教室でこんなにスピード出して走るなんて危険だよ。お、しまった、ごめん。気づかなかったよ。ぬり、大丈夫？ありがとう、タヨ。タヨ、スーパーヒーローみたい。友達でも言わなきゃいけないことは厳しく言わないと。わかった、覚えておくね。車の学校の授業が終わりました。何の騒ぎ？これ捕まえるぞ。まさかいじめてるのかな。友達でも言わなきゃいけないことは厳しく言わないと。そうだよ。ちょっと、どうしたの？友達をいじめるな。ハート嫌がってるじゃないか。これからは気をつけてほしい。鬼ごっこしていただけなのに。何をしたって言うんだよ。
が友達に怒るなんて。でも友達を助けてあげて嬉しいや。ちびっこバス、タヨ。キンダ、何かいいことでもあったの？僕、もう学校のみんなと仲良くなれたかもしれない。本当？キンダなら大丈夫だと思ってたよ。よかった。ありがとう。この授業ではペアと一緒に歌を歌います。二人一組になってください。はい。ロギー、僕たち一緒に歌おう。いいよ。私たちペアね。みんなが僕とペアになるって言ったらどうしよう。ハード、俺と一緒にペアになろう。スビーリー、俺は分かったよ。僕は誰としようかな。僕たちペアいるよ。私たちも。あ、うなちゃん、僕と。トニー、早く歌の練習しよう。ありがとう、ずっと一緒にありがとう。ありがとう、ずっと一緒にだよね。変だな、なんで誰もペアになってくれないんだろう。何が悪かったんだろう。僕のこと好きだと思ってたのに。みんな、ボール遊びしよう。しよう。まず準備運動から。1、2、1、2。僕はこうやって。面白い。ちょっと。舞い上がってる埃に気づいてないんだ。もしかしてあの時、僕も？よし、行くよ。こっちに。早く。いや、うわ。こんなやり方危ないよ。僕が打つよ。よいしょ。わかった。行くよ。僕もみんなに同じことしてたのかな。さっきから本当ひどすぎるよ。何が？危ないことばっかり。ボールだって独り占めするし、こんなんだったら一緒に遊びたくない。何？ああ、友達なのにあんなひどいこと。友達をいじめるな。そうだ、僕も同じだ。僕ももうドリとは遊ばない。僕もだ。うまくやっていたつもりだったけど、あの時嫌がる友達もいたのかも。なんで今頃気づいたんだろう。翌日になりました。僕のせいで傷ついてるよね。あの二人一緒にいる。喧嘩してたけど大丈夫かな。二人ともおはよう。おはよう、キンダ。ルリー、今日ペアでかけっこする日だけど一緒にする？いいよ。どうなってるの？昨日は一緒に遊ばないって言ってたのに。僕たちもう仲直りしたよ。イエーイ。本当？どうやって？簡単だよ。勇気を出して先にごめんねって謝ればいいんだよ。そうそう。勇気を出して先に？そっか。学校に来たキンダーはこれまでの失敗を素直に謝りました。あの、みんな、この前はごめんね。面白いもの見せようとしたのに迷惑かけて。運動も危なかったよね。ひどいことも言って、みんなと仲良くなりたくてしたことだったのに、反対に迷惑をかけてしまって。大丈夫だよ、悪気はなかったんだし。むしろ先に謝ってくれてありがとう。まだ僕は怒ってるよ。ほんとびっくりしたんだから。ヤギ、謝っているんだし許してあげて。本当にごめんね。あの時誤解して。わかった、今回だけ許してあげよう。実はもう怒ってないよ。ありがとう。キンダ、もうみんなと仲良くなったの？やっぱり僕の言う通りにしてよかったでしょ。どういうこと？タヨの言う通りにしたの？僕みたいに人気者になれる秘訣を教えてあげたんだ。やっぱり太陽の真似したから誤解されたんだよ。キンダ、よく見せようと無理して頑張らなくていいんだよ。そうよ、
キンダーの笑顔を見るだけで気分が良くなるんだから。本当？こんな風に？キンダーがみんなと仲良くなれて良かったですね。みんな仲の良い友達です。太陽のクリスマス、今日はクリスマスイブです。ケーキはいかが？今日のパーティー来るよね。もちろん当たり前ですよ。もうクリスマスイブか、本当嬉しいな。うん、今日の夜サンタさんプレゼントくれるかな。すっごく楽しみ。花が言ってたんだけど、サンタさんはいい子にだけプレゼントをくれるんだって。うん、僕いいことたくさんしたよ。したした。お母さんのお使いに行った。そんなの基本だよ。僕はおばあさんの荷物を持ってあげたし。僕は兄弟にお菓子をあげたんだ。タヨはどんなことした？僕は毎日毎日頑張って運行してるよ。え、なんでそれがいいこと？それはもともと太陽の仕事だし、他にはないの？他に？そうだな、思い浮かばないよ。なんだって？じゃあ太陽はプレゼントもらえないかも。そんな。心配しないで太陽、今からでもいいことをすればいいんだよ。あ、そっか、そうだよね。僕もたくさんいいことして絶対にプレゼントもらうぞ。お願いタヨ。タヨはいいことをするために工事現場で手伝ったり。ああ、ごめんなさい。これを整備用品店までお願い。任せてください。荷物の宅配もして。整備用品店ってどこだっけ？今頃来るなんて遅すぎだよ。あ、それが道に迷っちゃって。遊び場の掃除もしましたが、さっきより汚いよ。あ、ごめんロビー。結局みんなに迷惑をかけてしまいました。あ、どうしよう。トナカイ君、おかげで思ったより早く着いたよ。さて、これからいい子たちにプレゼントを届けようか。サンタさんがやってきたようですね。どれどれ。お、なんで軽いんだ。ああ、プレゼントを全部落としてしまった。大変だ。ああ、早くプレゼントを探さないと。え、ん、どうしたトナカイ君。え、わしの正体がバレてしまうって。確かにバレるわけにはいかない。あ、変装すればいいじゃないか。これなら誰にも気づかれない。よし、それじゃあプレゼントを探しに行こうか。いいことどころか一日中失敗ばっかり。もう本当にサンタさんからプレゼントをもらえないよ。ん？あれってこんな夜中に誰？まさか泥棒？よし、また一つ見つけたぞ。残りも早く探さないと。本当に泥棒だ。どうしよう。お、あそこにも一つあるぞ。待って、これいいことする最後のチャンスだよ。泥棒を捕まえたら絶対僕もプレゼントをもらえるはず。よし。ん？動くな、泥棒！何？泥棒？ん？あ、まさかわし？そうだよ。ああ、違うんだ。わしは泥棒じゃ。じゃあその袋は何？参ったな。本当のことは言えないし。えい、逃げろ！お、待て！絶対に逃がさないぞ。あいたたたたたたた。待て。いなくなった。一体どこへ行ったんだろう。見つけたぞ。ドラボメ、ついに捕まえたぞ。待ってくれ、実はわしはサンタなんだ。サンタなんだよ。サンタさん、
僕がそんな嘘を信じると思う？素直に降参するんだ。助けてくれ、トナカイ君。え、トナカイ？それじゃあ本当にサンタさん？プレゼントを全部なくした？必死に探しているんだが、想像以上に大変で。早く探して子供たちにプレゼントを届けないと。じゃあ僕がお手伝いしようか。君が？この町のことは僕の方が知っているし、一緒ならもっと早く見つけられるよ。そうか、ありがとうタヨ。こうしてタヨはサンタさんと一緒にプレゼントを探し始めました。サンタさん、ここにも一つあるよ。おお、そうか。見つけたぞ。助けてくれ。ちびっこバス、タヨ。タヨ、おかげでプレゼントがすぐに見つかった。いやー、でもサンタさん。僕、実は今日いいことをしようとしてたのに失敗ばっかりしてしまって。僕、クリスマスプレゼントもらえるかな？なんだと？タヨ、わしはね、君が親切で優しいバスだってことよく知っている。だからプレゼントももちろんある。本当に？やったー。心配するな。あれ、わしのソリはどこへ行った？誰がこんなもので道を塞いだんだ。こんな夜中に通報なんて初めてだ。早く帰って寝なきゃ。どうするの？本当にソリがなくなったの？ソリなしでどうやってプレゼントを届けるんだ。何？頼りソリになってもらうのはどうかって？それって僕がサンタさんを乗せてプレゼントを届けるってこと？それでもいいかい？もちろん、これ誰にでもできることじゃないし、嬉しいな。さあ、準備はいいかな？はい。よいしょ。出発。さて、ここが最後の家だ。ここドゥリの家だ。ドゥリすっごく喜ぶだろうな。こりゃまずい。プレゼントは一つ足りない。残りは君のものだけだ。そんな。さっきプレゼントは全部見つけたと思ったが、一つ足りない。大変だ、もう朝だ。困ったぞ、プレゼントを探す時間ももうない。今日の夜、サンタさんプレゼントくれるかな？ドゥリ、プレゼントがないことを知ったらすごくがっかりするよね。そうだよ、サンタさん、じゃあ僕のプレゼントをドゥリにあげて。何？いいのか？友達のがっかりする姿を見たくないんだ。タヨ、本当にありがとう。よいしょ。
それじゃあ出発。何クロ、どうしたの？お、プレゼントだ。ママ、パパ、ちょっとこれ見て。おもちゃだ。ふう、終わった。タヨ、本当にありがとう。おかげで無事にプレゼントを届けることができた。このくらい、みんなが喜んでくれて僕も嬉しい。ああ、それとこれは君にあげるプレゼントだ。うわ、今年の真のサンタはまさに君だ、タヨ。サンタさん、本当にありがとう。それじゃ、そろそろ行こうか。よいしょ。なんだって、重いから痩せろって。じゃあもう行くよ。メリークリスマス。メリークリスマス。タヨは忘れることのできない素敵なクリスマスを過ごしました。みんな、メリークリスマス。